はい、こんばんは、こんにちはかな。寒いよね、今日ね。4月寒いです。とりあえず4月頭です。頭の日曜日です。寒い。あ、かっこいい家だな。ちょっと映せないけどね。あ、菜の花も咲いてますね。バチッつったね、今。怖っ。ハサミ。あそこか。いやー、ちょっとね、大変なことが起きましてね。ほんと。雨は上がったんで、別にそれはいいんですけど、パンツのゴムが切れましてね、今、やばいんです。歩ってる間にどんどん下がっていっちゃって。おい、いや、聞いてないぞ、うちこれ。こんな住宅街なの聞いてないぞ。おお、車来てる。うん、怖いよ。お、いいね、綺麗だね。これ綺麗だね。怖い。車飛ばすな、ここ。結構狭いよ、これ。あ、ちょっとブレブレでごめんなさいね。なんかちょっと右足今日調子悪いです。寒いからか。ついでに指も調子悪いです。もうこれ危ないから上のこと。チューリップの季節だね。寒い。寒い。あ、なんかここ見た。あそこの駐車禁止のあの公園は見ました。がありました。何でしたっけ？飛び込み？しび。喋りづらい。未来とあね、あ、ここです。ここは自殺、まあいいや、確か自殺です。そんな感じです。迷惑だよね、こんなところで自殺されたのね。体やら首やらその辺が吹っ飛んでくるわけでしょ。ちょっと迷惑じゃね。お、カブトムシの幼虫がいるってよ。探してみよう。ムクノキ。らしいよ。なんかこれどっかで見たよね。サイの国警官なんちゃら。あれどこだっけ。あれハライチのとこだっけ。おい、びっくりした。ああやってね、腐葉土をこう集めて。入っちゃダメな、ダメっぽいな、これ。やめとこう。ああいうとこにカブトムシの幼虫とか入れとくのかな。でも意外にいい場所じゃない？ここ。えのき。おっ。
ちょー、おっちゃい、おっちゃい、すごい。鳥がバサバサバサ。確かにこれ夜来たら怖えわ。え、電気が一斉に消えたってこのことかな。あわわ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 わ。電車で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 ゴー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 。多分この街灯のこと言ってんだよな。これは何の木？この木何の木知らないね。ててん、ムクの木。はい。ですって。このキノコは何のキノコ？わかんないですね。あれは、ちょっと後で調べておきましょう。多分キクラゲの、に似たあの毒キノコだと思うんだけどね。神社ねえの。あ、さっきあったよな。いや、でもあそこちょっと。これ、でもここ、ほら、見て見て。この木のこの、ね、この、切ったカスというか、削ったやつでね、通路みたいになってて、結構、歩きやすい感じになってます。いいとこかよ。結構。うん、ここは、え、これ、戻るのめんどくさくなんね？これ、奥まで行っちゃってる。そうなんだね。何が？散歩道。寒いんだよ。本当に。多分この街灯だよね。こういう街灯が一斉に消えたんだって。何時っつったっけ？なんか中途半端な時間。まあ多分ずれてんだと思うけど。時間設定がちょっとずれてんでしょうね。多分ね。はい。これ。戻るのめんどくせえんだけど。確かに気持ち悪い感じはないかな。あれがヒントになりそうなんだよな。あれあれ、わかる？あそこにさ、奥に小屋みたいなやつがあるでしょ。あれ変電室っていうか変電所。あんなとこには変電所があんの。変電所。最近見てないな、雷神さんの。で、おっと、人が歩いてきたぞ。雨も止んだしね。別にこれといったものは。わあ、これお見事。これね、この辺がキクラゲっぽいよね。変電所じゃなくて物置だった。ちょっと読んでみますか。もやもやさん、朝ですよ。はい、お疲れ様でした。はい。そんなとこにいるわけないでしょっていう話だよね。え、これどこまで行けばいいの？もう帰っていいですか？
なんかあるかもしれないしね。もやもやさん途中で電気消えちゃって帰っちゃったから。この奥はまだ来てないでしょうから。暗くてわかんないもんね。とりあえず昼間はこんな感じだよって。お、電車来た、電車来た。すごいな、ここ電車。次は終点高崎飛ばしすぎ。これなんでしょうね。網が張ってあるってことはなんか飼ってたっぽい。住宅街行っちゃうね。帰っていい？もういいか。これは何すかね。もう納期かな。誰かの家ってことはないでしょ。ああ、ということはここの敷地に何かあったんか、ゲートボール場かなんかあったんかな。ゴルフのカバンがある。ああ、打ちっぱなしの練習場作ってたんだ、ここに。そういうことか。なるほどね。終わりだね。終わり。ゴミすげえな、ここ。あ、終わりだね、ほら。終わり。それでは、Uターンしてみましょう。4K で撮るか。ね。こんなとこ 4K で撮ってどうすんの。まあ、撮りますか。ね、4K で撮ったら電車も結構綺麗に映るんちゃう。まあ、なんだ。あれ、おかしいな。ああ、一瞬ちょっと首、喉仏のちょっと下あたりをギューッと押される感じになったんでね。おかしいなと思って。結構飲み物飲んでんのにそんなこと起きるなんてね。脱水症状みたいになっちゃって。呪われたか。よし、呪われたんだったら神社寄って帰らないと。じゃあ 4K にしますかね。あれ？さっきあんな人笑ってた？もう一個。4K にしたら結構いろいろ発見できると思うんで、とりあえず、もえもえさんが隠れてるだろうという物置のところまで戻ったら 4K にします。隠れてないって。なんか最近指が映っちゃうんだよね。もう全然画面見てないからね。まあ今日はちょっと薄暗いからよく見えるけど。晴れてるとね、画面見えないんですよ、うちの携帯。設定いじってないから。なんですか？何の音ですか？自分で蹴飛ばしたなんかの音か。張り切り。はい、じゃあここの物置で終了します。それじゃあ。